演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらファミリーマートで和菓子をいろいろ買ってきました。まあこれは和菓子と言っていいのかどうかちょっとわかりませんが、どれも美味しそうですね。でもまずはこちらのちょっと小さめの練り羊羹からいただきたいと思います。あ、小さいからちょっと食べたいときにいいですね。わーお、小さくてもプルンプルン。ではいただきます。あんこたっぷり、そしてしっとり、美味しいですね。カステラにもあんこ欲しいから。最初に食べた羊羹はプルプルとした食感の中からくるこしあんのさっぱりとした甘さが口の中にふわっと広がってとっても美味しかったです。本当にちょっと食べたいときにいいですね。お手軽に食べられる大きさなどもいいので、こちらのテイストとさせていただきます。もちろんもっと大きいサイズもあってもよかったかなとも思いますが、でこちらのしっとりカクステラは本当にしっとりとした生地が口の中でスーッと溶けていってとっても美味しかったですが、一切れしかないので正直カステラにはよくありますけど下の紙はいらなかったかなと思いました。一切れだからあの手間、いや、ちょっとやだな、ひっついちゃうしと思ってしまう部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。まあ雰囲気は出ましたけどね。でこちらの金つばはちょっと羊羹とはまた違う、ちょっと弾力のある歯ごたえのあるあんこを噛みしめることができてとっても美味しかったです。こちらもあんこさっぱりで美味しかったですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。では残るこちら大福たちを食べ比べていきたいと思います。まあ食べ比べるって言ってもそんなそこまで大層の話でもないんですけど、まずはこの一口こしあん大福から食べていきたいと思います。わーお、まぶされてる粉も綺麗ですね。では本当に一口でいただきます。お餅とあんこたっぷり味わえて体ももちもちにはならないようにしないといけませんね。最初に食べた一口こしあん大福は本当に一口でお手軽につまめる大福の中からしっかりとこしあんの甘さが広がってきましたね。やっぱり一口でパクパクして食べ進めることができまして、とってもお手軽に楽しめて美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。ただもうちょっとサイズが大きい方もあってもいいかな。まあもちろんその辺は好みなんですけどね。でそのバージョン派生種ともいえるこちらの一口安納芋大福、こちらは安納芋の甘さがあんこの中から感じられたんですが、大福は自分は純粋な小豆のあんの方が好きかなとちょっと思ってしまいましたね。なんだろう、餅の食感と安納芋の甘さはちょっとずれているような感じがしたのです。なぜかは分かりませんが、まあお芋の餡もあるのですが、ちょっと微妙な感じがしましたのでこちらの点数とさせていただきます。なんかうまく言えないなこの違和感で。この塩豆大福は塩と書かれているだけあって甘いがホクホクしてるだけじゃなくてちょっとピリッとくるような辛さもあって、それがまた味にいい振り幅を出していてとっても美味しかったです。塩の入れた本領発揮といった感じですね。ではこちらの点数とさせていただきます。さあてファミリーマートの和菓子もいろいろありますね。また食べてみたいです。卒業恋するまでにできるかな、どういう状況なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。